ということで第2弾ユッティさんをお呼びしてフェイントを教わってみた。ということでユッティさんよろしくお願いします。ユッティさん どちらのサッカー選手ですか？フットサル YS です。まだ YS が F1 に行く前、はいはい、F2 だったんですけど、その時トップチームで、やばいっす。さっき多分出たと思うんですけど、はいはい、あいつもまだサテライトで一緒にやった時に、はい、僕は選手権コーチで去年までですね。やばいっす。いや全然っす。おう、はい、ということで、今日何を教えていただけるんですか？何がいい？フットサル系がいいですもんね。あ、もうめちゃくちゃフットサル系。やっぱネイマールもこっちのフットサルからやっぱ。あ、なるほど。じゃあセルフトンパやりましょうか。セルフトンパ、はい、もう足の裏でやるテクニック。フットサルじゃない、サッカーやってる人は多分ほとんど見たことない、ま、セルフトンパ韓国料理とかですよ。あ、そうっすね。違う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 。おう、まあ、要はセルフでトンパやる。ああ、じゃあ一回見せてもらってもいいですか？ OK です。僕ちょっとディフェンスやります。え、今から？もう、はい、あ、もういきなり。ちょっと、カイ、ちょっとパス出してくんない？カイ、そこら辺からちょっと出してもらってもいい？フットサルって、まあ、サッカーは基本的にインサイドトラップ。はい。フットサルは基本的に足のトラップ、足の裏のトラップで、はい、まあ、こうやってやるのが普通なんですけど、まあ、こればってやってると、ディフェンスやってるとどうなんですか？これ触るんじゃないかな。で、なんか切ってくる、はい、それをやられるようにやってくる、まあ、はい、これがトンパ、はい、コントラピエっていうんですけど、相手の逆を作る、はい、これを日本だとトンパっていうこと、これだけです。なるほど、はい、これです。めちゃくちゃ早い。これです。早い早い早い。なんか見えなかったです今。早すぎてちょっと見えなかったです。準備、今来るのかなと思って。Quand t'es venu dans la rue。 はい、あ、そう、トンパも早いですし、そうです。いや、何もちょっと早い。あ、ごめんなさい、結構びっくりした。もう言ってくれないと、もうちょっと進んじゃう。めちゃくちゃ早い。ちょちょちょ、もう一回いいですか？ちょ、もう一回いきます。ゆっくりいきます。はいはいはい。これおしゃれっすね。めちゃくちゃおしゃれ。これサッカーでやったらめっちゃおしゃれ。サッカー、あ、そうですね。でもサッカーでも全然使えると思う。はいはい。あの、剥がしてシュート。めちゃくちゃいいっす。バイデーでもう、はい、シュート。じゃないですか、超おしゃれ。おう。僕やりたく、めっちゃやりたくなってきたっすね。どうしたらいいっすか？あれ、ちょっとじゃあ見よう見まねでやってもらっていいっすか？Quand t'es venu dans la rue。 笑ってる。何が違かったですか？いや、なんか全然違う。なんだこれ。これはこそれ風出してくるんですか？こう、あ、まあ、Quand t'es venu dans la rue。 まあまあ、わざってそれ風出したけどいいね。いや、いいですか？ただまあ、やるちゃんとやるんだったら足の裏で転がして、全部足の裏なんですよ。はい、足の裏。最後のカットインだけアウト使うだけ。はい、あとは全部最初から最後まで足ボール全部足。はいはいはい、です。なるほど。で、ちょっともう、ちょっとずつ教えてくれる先生なんですね。あ、そうです。全部は教えないです。あ、そうそうそう。あ、ちょっと、なるほど。もう一回。あ、うまっ。それはそれでうまいわ。それはそれで抜けます。それはそれで抜ける。それはこれは、いや、僕そういうフェイントがあるんですよ。はいはい、トンパもちょっと3種類あって、はい、ピンクとか、一人時間とかっていうのを分けてちょっと。セルフトンパは、一番のポイントは、はい、今、ヒロさんは右足で飛んで、左で飛んで、はい、これセルフトンパは、左足で飛んで、左足で飛んでます。普通だと多分転がしたら、右足で飛んで、こうやって飛んで、はい、じゃなくて、転がしたら、左足で飛んで、左足で飛んで。なるほど。これがセルフトンパ。じゃあもうできます。おー、早っ。これできたらすごいですよ。Quand t'es venu dans la rue。 おい、いけるやん。知ることない。これです、これです。これ一個、でも左足からその転がしてちょっと手前でジャンプしても。そうです、そうです。あとはもう細かくやると、はい、今多分めちゃくちゃ左で取り落としてたのが、はい、真上に飛んでいつ踏むかを分からせない。はいはい。こんな感じで、読まれない。ちょっと、いいやつ。
まあそれはそれでも絶対抜けるよ。絶対抜ける。いや、なんか、いや、もうちょいやりたい。もうちょい、え、もう一回じゃん。あ、今、右足、右足やってる。左足でトムス。うまっ、なんかちょ、ブラジル人っぽいな。ブラジル人そのやり方なんですよ。こういくんですよ。インスタとかよく流れてくる。結構ブラジル人っぽいです。あ、ブラジル人。ブラジル人なんですよ。ブラジリアンな、そこ結構ね、こう言ってたからすごい、はい、すごい。あ、マジですか。普通だったら どんな感じですか。いや、普通、いや、いろいろあるんですけど、ちょっと普通な感じ、こんな感じですけど、僕はなんかもう脱力してやりたいんで、はいはい、こんな感じなんですよ。はいはい、ヒロさん今こんな感じですから、ね、はい、すごい、すごい体感が強くてこれできないんですよ。実際やるんですよ、はい、それ人が、はい、グッていくする。そうです、そうです、そうです。頑張れ。グッていくする。はいはい、すごい。僕できちゃったんですか。めちゃくちゃできてる。俺お世辞で言えないんで。あ、マジですか。ガチガチガチ。言えなさそうっす。俺もうゼロか100です。ゼロか100です。一緒っす、タイプ一緒。あ、全然うまい、マジで。Quand t'es venu dans la rue。 ちょっとこの中のフットサルのやつ絶対抜きますよ。あ、マジですか。ちょっと一回試してみます。おじさんどれくらいですか。一回試してみます。あれっすね、あれっす。ユッティさんもカナビさんと、そうです、外部コーチで、はい、はい、水曜そうです、そうです、そちらの概要欄のところで、はい、トンパ以外、セルフトンパ以外も教わりたい方、ユッティさんおもろいな、やべえ、教わりてえって方、概要欄見てください。僕、セルフトンパもうマスターしたんで、後で抜きます。抜きます、もう背中向いて抜きます。ということで、ありがとうございました。この動画がいいなと思った人、チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またね。